目がブルーンってなってくる、たるむ、あと顔が長くなってくる、鼻の下が伸びる、どういうことかっていうと、やっぱり骨もスカスカになってくるじゃないですか。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、もうすぐ60歳になる私がなんとか重力に逆らってですね、たるまないように努力していること、気をつけていること、心がけていることを午前ですねお伝えしていきたいと思います。たるみますよね。必ず人は重力の法則に従ってどんどんと加水していきます。たるみはもう正直肌のトラブルでも何でもなく、ただの老化現象、加齢に伴って皮膚が少し緩んでくるんですよね。でも少しでもそれに抵抗してね、なるべくたるまないようにするにはどうしたらいいかなって思って考えて、私が実践していることがあります。それを5つお伝えしていくので、皆さんもしよかったらぜひ参考になさってみてください。1つ目は下向きの圧っていうのを絶対かけないように気をつけてます。顔洗う時にシャワーを顔にかけないようには絶対しています。シャワーって圧がブワーって結構強いですよね。あと高温なんですね、シャワーって。ぬるいシャワーだと、まあ夏はいいんでしょうけど、冬ってなんか気持ち悪いですよね。だから熱くしてると思います。風邪ひかないためにそれはそれでいいんですけど、髪の毛にも熱すぎるのは良くないし、顔はもっと良くないです。もしどうしてもかけたいなら、必ずぬるま湯にするっていうことと、うわーっとかかってきてる、こう来てこう下がります、こう来てずるってこういう下向きのベクトルに働いてしまいますので、直接かけないで手にお湯を取ってパシャってかける、じゃーパシャみたいな、直接シャワーのお湯を熱いまんまをブワーってかけるっていうことはしない。一番に気をつけてるかなって思います。あとスキンケアなんですけど、塗ってる時にどうしてもこうなりがちなんですけど、できればこうです、横ぐらいはこうやるけれども、こういう塗り方をしないっていうこともすごく気をつけてる。あとはですね、小顔になりたいからマッサージもよくするんですけど、顔のマッサージっていうのはしないようにしてる。その代わりフェイスラインのここのさ、ぽよぽよっとしたところ、あとここにもこっとこうリンパ詰まらせたりしないように、静脈流しみたいなのしてるんですけど、頬のところをこういう風に下げるような動きを絶対にしないようにっていう。あと顔は触らずに耳だけ動かすっていうでもすごくいいんですよ。耳動かすとね、ほんとこの辺のね、血流がすごい良くなって、小顔効果だったりとか顔の血流促進効果みたいなのもあるから、なるだけ顔を触らないようにしてマッサージをしている。すごく気をつけていることです。2番目、紫外線と乾燥にはすごく気をつけています。冬場から必ずどんな時でも日焼け止めを塗る。マスクしたって日焼け止めを塗ったことにはならないです。 UV カットの素材でできている大きなマスクとかっていうのはいいと思います。真冬にそんなに SPF50 のものは使わなくて大丈夫です。25とか30ぐらいで大丈夫。真夏になったら50ぐらいにするとか、 TPO とか季節に合わせて使い分けてます。あとは乾燥させていいことは一つもないです。例えばですけどね、お湯でお皿洗った方が水切りが早いですよね、水で洗うよりみたいな感じで、お風呂場から出た瞬間自分の今の体温よりも涼しいところに出ると、一気に水分持ってかれるんですね。顔をお風呂場に出てすぐ拭いたりはしない、ベチャベチャのまんま出てきて、そのベチャベチャが乾く前に必ず保水しちゃいます。化粧水でブワーって保水する。保水はね、結構まめまめしくやっていて、そして洋服を着て整ってからコットンで化粧水からつけましょうみたいな感じにやってますが、その前はもうシャーッと保水のための化粧水みたいな、栄養成分入ってなくてもそういったお水をピャッとかけてます。3番目は口周りの筋肉をねちゃんと使う。コロナ禍においてはね、皆さんもすごく心当たりがあるんじゃないかと思いますが、ずっとマスクをしてたからこの辺の筋肉使われなくなって、ほうれい線が出ちゃったとか、マリオネットラインが出ちゃったっていう人多いと思います。なんとなくマスクなんじゃないかなって気づいてると思う。マスクしてもごもご喋りますよね。大きなお口で喋らなくなりましたよね。マスクの中でにっこり笑うっていうこともあんまり多分しなくなったと思う。今はマスク取れる状況になりましたので、笑うと時はしっかり目に笑ってください。どうやって笑うんですかってこの間ねご質問いただいたんですよ。口角を上げるんですけど、顔が真顔で口角だけ上げるとこういう顔になります。これだとね、ほうれい線ができちゃう。こうじゃなくて全体的に笑顔にするんですよ。だからここから上げるんです。私の場合はもっと意識してるのはね、マニアックな趣味で申し訳ないですけど、耳をねグッと後ろに引くっていう、やってみますか。わかんないかもしれないんですけど、耳から上げる意識でもって、ほっぺを上げる、目も笑うっていう感じで癖をつけてください。
ください。私ちょっとここで変な体操やってる動画撮ったことがあるんですね。もしよかったらこれも見てみてください。4番目はね、姿勢を気をつけるなんですけど、電車とかに乗ってみんなスマホ見てます。前の席でスマホを見てる方たちの顔がみんな下がってる。あと首がこうストレートネックになって前に出るじゃないですか。こういう感じなってますよね。スマホを見てる時も自分の目線ぐらいに上げてみるといいかもしれないですね。こうじゃなくてこう、ちょっとしたことなんですけど、とにかくこういう風に下げないってことがすごく重要かなって思います。私もちょっと猫背だったりするんですけども、こういうところに手をついていつもこうグッグッと伸ばすとか、上についてグッと伸ばすみたいな感じの運動はちょいちょい入れていくようにしています。5番目はね、タンパク質を取るようにしてる。眼骨のここが痩せてくることによって目がブルーンってなってくる、たるむ、あと顔が長くなってくる、鼻の下が伸びる。どういうことかっていうと、やっぱり骨もスカスカになってくるじゃないですか。骨粗鬆症のなりやすい家系だったりする人がいたらぜひ気をつけてほしいんですけれども、しっかりとタンパク質を取る。カルシウムも取りたいんですけど、カルシウムって意外に吸収されにくいものなんですね。それだけ食べてもビタミン D と一緒に食べると吸収が高まるとか、もっと上位互換でいうとプロテタイトっていうコラーゲン含有ミネラルっていうプロテタイトってあるんですよ。それはカルシウムよりも吸収されやすいとかっていろんなものがね開発されてたりするから、そういうものをちょっと調べて取ってみるっていうのもいいかなと思います。食べ物で言えばすごくタンパク質を大事にするようになった。昔よりも全然今の方がタンパク質と思って食べてます。サラダの動画とか出してますけど、私が作るサラダの中にめっちゃタンパク質入ってますよね。鶏のささみハムも手作りするようになったし、ブロッコリーめっちゃタンパク質取れるんですね。チーズっていうのもすごくタンパク質とカルシウム取れますよね。チーズも私大好きだから入れてる。あんまり脂質が多くないチーズ、カッテージチーズとかフェタチーズとか、あと必ず卵を温泉卵みたいにして入れているとか、とにかくタンパク質いっぱい取ろうって心がけて取ってます。ヘンププロテインを飲んだりとか、ご飯食べれない時、時間がないっていう時に置き換えダイエット用のねデリシェイクっていうのがあるんですけど、すごく甘くて美味しくって、完全栄養食なのね。あれタンパク質も入ってるんです。あれを飲むようにするとか、結構気を使ってる。不思議なことに、私週に2回のお休みの時の朝ごはんって必ず食べたいものがあるんですね。それはね、鮭と納豆ご飯と味噌汁なんですけど、この3つは必ず食べたいんです。普段家に帰っても和食を食べないんですね。私帰りが遅いっていうのもあるし、スパークリングとか赤ワインとか好きだから和食が合わないんですよね。でも休みの日の朝は鮭が食べたいくなる。鮭ってビタミン D なんですよね。キノコとかもすごい好きなんですよ。例えばですけどね、キノコたちをバルサミコで炒めるんですよ。それをサラダの上にブンって乗せたりとか。キノコって炒め倒すと美味しいんですよね。カルシウムで言えばチーズが好きだから脂質が多いのは気になっちゃうんですけど、チーズはね必ず毎日ちょこっとずつ食べてる。ダイエットにはダメって言われるかもしれない。パルミジャーノ・レッチャーノとかダメですよ。あれ美味しいけどめっちゃ脂質高いから、カテージチーズとかモッツァレラチーズとかフェタチーズとか、なるべく脂質の少ないそういうのに変えて食べてます。嫌いはさ、しょうがないよね。美味しいものを食べて暮らすっていうのも大事なことですからね。何が衰えるんだろう自分の体にはっていうのを考えながら食べ物を取っていくとすごくいいと思います。家系とか体質とかもあると思うんですよ。私だったら父親もおじいちゃんも血管が詰まる病気だった、あと母が骨粗鬆症で運動にしに行って背骨にひびが入っちゃったとか、自分も受け継いでるかもしれないって思って気をつけて食べ物から食べたりとか、サプリを取ったりとか、そういうものをね見直すっていうのすごい大事だと思います。というわけで長くなりましたが、たるまないためにしていること5つでした。おさらいしますと、1番はシャワーとかマッサージとか、何かを塗るときとかも下向きのベクトルで力をかけない。2番目、紫外線対策は一年中、真冬もです。そして乾燥には本当に気をつける。お風呂上がったときが一番乾燥する時間だと思うのですごく気をつけてます。3番目、口周りの筋肉鍛えるように、笑顔のために上がる方の筋肉をしっかり使う。4番目、姿勢に気をつける。特に電車に乗ってる時とかのスマホを見るこの下向きのこういう風に、ね、ならないように、見るならこうねっていう感じで気をつけてます。そして5番目は食べ物。私の場合はタンパク質とビタミン D とかカルシウムの組み合わせ、多分人よりも意識して取ってるっていう風に思ってます。皆さんは何を意識して取りますか？そこを今一度考えてみてください。何かのご参考になればと思います。では今日はこの辺で、ではさよなら。いろんな話を聞いたけれども、結局自分に何が合うのかわからない。
そう感じられたことはありませんか？そんな方のためにレイテノールではオンライン肌相談を導入しています。お肌を見ながらエステティシャンがご相談に乗らせていただきます。ご興味のある方は公式 LINE よりお問い合わせください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。